SU キャブレターアストン・マーティン DB523 連装、された SU キャブレタースキナーズ・ユニオンはイギリスのキャブレターメーカー。ジョージ・ハーバート・スキナーが1905年に独自のキャブレターを開発し、1910年に弟のトーマスと共に同社を設立した。当初、その製品名はユニオンキャブレターであったが、すぐに社名の頭文字から SU キャブレターへと改称された。 特に、イギリスとスウェーデンの自動車メーカーからの純正採用が目立ち、フォーミュラ1を含む多くのレーシングカーにも装着された。初期のいくつかのモデルを除いて、ほとんどがサイドドラフトタイプ、可変、ベンチュリ型キャブレターの代表的存在と言える。1995年のローバーミニとオースチンマエストロを最後に純正供給が終了。現在は、 クラシックカー用にバーレンフューエルシステムズリミテッドが SU キャブレターの製造を続けている。以前は、日立でも OEM 生産を行っており、多くの日本車の純正キャブレターとして採用された。ただし、日立製とイギリス製では、ニードルバルブ以外のほとんどの部品が異なる。主要モデルは H、HD、HS、皮膚など、皮膚録6のように、 モデル名の後に後径を表す数字がつくが、数字が1桁の場合は独特のルールに従って判別する。6、2、8を加えて、6、8イコール3、4枚に1を追加して、1から3、4メートル法に換算すると44ミリメートルとなる。皮膚38のように、数字が2桁の場合はそのまま38ミリメートルで、良い。ありがとうございます。